わかったかな？お洋服のケアはこうやってするの。やだ、何する気だの。キャプテン、ここはどこ？出して。カリンちゃん、助けて。きっとカリンちゃんはチャイのことを探してくれてるはず。やっぱ暑い日はフローリングに限るよ。やばい、これシャワーだ。お洋服着たまま丸洗いされちゃう。ああ登れない。ああ来た。ああやめて。このお洋服は素人が洗ったらダメなの。うわ、やめて。カリンちゃん、触らないで。もう触らないで。ジャイのお洋服ダメになっちゃう。この変態、助けて。やめて。あー最悪。もう元の状態に戻らないかも。カリンちゃん、カリンちゃん、このお洋服はウール素材なの。だからパウダークリーニングが必要なの。びっしょびしょびっしょびしょびっしょびしょ。今度は何をするの？ローションだ。変態、変態。チャイのボディラインをヌルヌルさせながら確かめてくる変態。しかもくびれが多め。もうやめて。ああ、すごくお気に入りのお洋服なの。もう乾かしてもダメかも。あ、やばい。ああ、流されちゃう。排水口に助けて。開けて、助けて。カリンちゃん、カリンちゃん。カリンちゃん、カリンちゃん、カリンちゃん。ごめんなさい、もうお洋服毛だらけにしないから。もう好きにして。もう新しいお洋服買ってもらうの。白と黒と茶色のお洋服買ってもらうの。銀座シックスに行って一番いいやつ買ってもらうの。あー、やだ、また滑りを良くして触ってくる変態。あ、激しい。いやん、いやん、いやん。もう長い。おわん、ない。ああ、今度はお尻ばっかり触ってくる。もう全然カリちゃん来てくれなかったし、ちょっと気持ちよくなってきたし。こんなの絶対に SNS とかにアップしないでよ。こういうのすぐに広まっちゃうんだから。ネットニュース文春法来ちゃう。今度は何？もう優しく拭いて。ウールがダメになっちゃう。
優しく。もう下手くそ。痛い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 。なんなん。力任せにやらないで。早い早い早い。スピードより丁寧さ。はい、おしまい。開けて。ほら、開けて。こんなんじゃちゃいや、通れないよね。ほら、もっと開けて。バカ。次回。ビートだ。